皆さん、こんにちは。2024年2月29日に発表されたドジャースの大谷翔平選手の結婚について、結婚相手は元プロバスケットボール選手の田中真美子さんだと噂されております。今回はそんな田中真美子さんの大谷翔平選手そっくりな元彼、母親の正体、そして接点のあった人物まで調査していきます。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。元女子バスケットボール選手の田中真美子さん、惜しまれつつも2023年のシーズンを最後に現役を引退されています。世代別の日本代表に選出され、プレーも超一流だった田中真美子さんですが、さらに顔の可愛さに注目が集まっていますね。今最も大谷翔平さんの結婚相手として有力になっています。それではそんな田中真美子さん、過去にどんな方と恋愛をされてきたのでしょうか。最初に田中真美子さんの元彼氏、元彼が誰なのか調査していきます。実は田中真美子さんのお兄さんである田中真一さんの SNS に田中真美子さんの彼氏が紹介されています。 SNS によると、妹から送られたスナチャ、妹の彼氏がイケメンすぎて悲しくなった、しかも俺より背が高い、神はこんなにも残酷なのかという記載と1枚の写真が。しかしこちらの彼氏のお名前や情報などは公表されておりません。しかし高身長イケメンで大谷翔平選手によく似ていらっしゃいます。凛々しい眉や目元がよく似ていますね。元彼さんの鼻はカモフラージュされていて定かではありませんが、もしかしたらお鼻も大谷翔平選手に似ているのかもしれないです。この投稿は2016年と8年も前のことですので、すでに別れてしまって元彼氏元彼になってしまっているかもしれませんね。田中真美子さんは大谷翔平選手のような高身長イケメンが好きなのでしょうか。爽やかで童顔な感じの雰囲気が似ていますね。お兄さんの身長は186センチなので、お兄さんが高身長ということは元彼さんの身長は186センチメートル以上となります。もしかしたら元彼さんも大谷翔平選手のように190センチメートルを超える高身長なのかもですね。180センチメートルと高身長美女の田中真美子さんに釣り合う男性は自然と高身長にならざるを得ないのかもしれませんね。ここで勝手な推測にはなりますが、元彼の情報から田中真美子さんのタイプの男性を考察したいと思います。田中真美子さんのタイプ考察がこちら。高身長、イケメン、童顔、可愛い、見た目のタイプはこんな感じなのかもしれませんね。さらに長年スポーツをされていた田中真美子さん、スポーツ選手と話が合うのかもですね。次に大谷翔平選手との接点になりますが、大谷選手は大スターなだけにどんな接点で結婚まで至ったのか気になりますよね。田中真美子さんと大谷翔平選手が知り合うきっかけを作った可能性のある人物は以下の通りです。オコエモニカ選手、プロバスケ選手で大谷翔平選手と交流あり、オコエルイ選手、モニカさんの兄でプロ野球選手、田中真一さん、マミコさんの兄で大谷選手と同級生、キリンの田村さん、バスケ好きでマミコさんと大谷選手の共通の知人、石橋貴明さん、日本女子バスケのアンバサダーで大谷翔平選手への取材歴あり、原市澤部さん、バスケ好きで大谷翔平選手とラインをする中、オコエモニカ選手はプロバスケットボール選手で田中真美子さんと同じチームに所属しておりました。田中真美子さんとオコエモニカ選手はチームメートとしてだけでなく、プライベートでも仲が良かったそうです。オコエモニカ選手は大谷翔平選手とも交流があり、 SNS 上ではツーショットで一緒にバスケをしたような投稿がされておりました。2人と接点のあったオコエモニカ選手がキューピッドとなった可能性は高そうですね。オコエルイ選手はオコエモニカ選手のお兄さんでプロ野球選手です。野球つながりで大谷翔平選手と接点があった可能性は十分に考えられます。オコエ兄弟がキューピッドになった可能性が高そうですね。田中真一選手はマミコさんのお兄さんで大谷翔平選手と同級生です。大谷翔平選手は同学年のプロスポーツ選手と94年会を発足して交流が盛んだと言われています。 LINE グループもあるくらい仲良しらしいです。
ラグビー選手である田中伸一選手と大谷翔平選手は接点があった可能性が高く、お兄さんのつながりで田中真美子さんと知り合った可能性も考えられますね。キリンの田村さんはバスケ好きとして有名で、現役時代の田中真美子さんにはインタビューをしたこともあります。また大谷翔平選手とは食事をする仲であることを明かしており、2人と接点のある人物です。大谷翔平選手と交流のきっかけはバスケ好きの共通点らしいです。バスケ好きの田村さんがバスケ好きの大谷翔平選手にプロバスケ選手との接点を作った可能性は十分ありそうですね。石橋さんは2023年に女子バスケ応援アンバサダーを務め、女子バスケ選手とは接点があります。またエンゼルスにいた大谷翔平選手への取材も行っており、 SNS 上でツーショットも公開しておりました。さらに石橋さんは大谷翔平選手と同じ練習施設を使用しており、仕事以外でも交流のあった可能性は高いです。田中真美子さんも元スポーツ選手なので、石橋さんが共通の知人である可能性は十分考えられますね。ハライチの澤部さんもバスケ好きとして有名で、大谷翔平選手とも LINE をやり取りする仲だと明かしております。 WBC 優勝と結婚の時にも LINE を送ったらしいです。大谷翔平選手とは一緒にバスケをしたこともあったそうで、バスケつながりで2人と接点があった可能性が高い人物です。2人の出会いのキューピッドの可能性が高い人はこの通りかなり多くいます。やはりアスリート同士接点が多い2人ですので、出会う可能性も多いですね。ちなみに大谷翔平選手は結婚に関するインタビューで、最初の出会いは練習施設の中の廊下だと明かしております。2週間ちょっとの間に 2,3 回あったようで、最初の出会いは大谷翔平選手は覚えていないのだとか。しかしすれ違いざまに挨拶をしてくれたのを田中真美子さんは覚えていたようで、きっと良い印象だったのでしょう。覚えていないということはこの時点では知り合いでなかったと考えられます。2回目と3回目はどのような接点で知り合ったのかとても気になりますね。上記6人の誰かが接点で会話になったのかもしれないですね。最後に田中真美子さんの家族構成についてまとめてみました。田中真美子さんですが、4人家族と言われています。ちなみに田中真美子さんの簡単なプロフィールは、本名田中真美子、生年月日1996年12月11日、年齢27歳、2024年3月現在、出身地東京、身長180センチメートル、職業元バスケットボール選手センター、特技バスケットボールです。お兄さんがおり、兄の田中伸一選手はラグビー選手であり、田中真由美さんもバスケ選手なので、スポーツ一家なんですね。田中真美子さんのご両親については一般人のため明かされておらず、わからない部分が多いです。一説ではお父様が元日本ハムファイターズの田中幸雄さんではという声もありますが、何とも言えません。さらにお母さんについて調べてみると、政治家の田中真紀子さんの名前が上がってきました。しかし真相は分かりません。ただ言えるのは、兄弟ともにスポーツ選手であり高身長なので、身長が高く運動好きのご両親だったのかもしれません。プロ野球選手の大谷翔平選手も実はご両親が元スポーツ選手なんですよね。何でもお父様が元野球選手で、お母様が元バドミントン選手だったんだとか。大谷翔平選手の兄も野球のコーチをしていることから、スポーツ一家という点で似てますよね。田中真美子さんのご両親も大谷翔平選手のご両親のように元スポーツ選手だったのかも。ちなみにラグビー選手のお兄さんはアパレルブランド社長の二刀流をこなすすごい人物のよう。プロフィールは、名前田中伸一、生年月日1994年6月8日、2024年2月現在29歳、身長186センチ、体重96キロ、肩書きラグビー選手、アパレル社長、所属チームリコーブラックラムズ東京、アパレルブランド名ブラハ。2022年に結婚。田中真美子さんが1996年生まれなので2歳差ということになりますね。田中伸一選手は中学時代はなんと妹の真美子さんと同じ
バスケをしていたそう。高校からラグビーに転向してそのまま選手になったみたい。自身のブランドのブラハはアスリートでも着れる普通サイズ以上、オーバーサイズ未満の服をコンセプトにしているそう。体の大きい人やアスリートでもゆったりおしゃれに着こなせるブランド。もちろん女性にも。ご自身がアスリートの逆三角形態型で似合う服がなかなかなかったから自分で作ったのかも。スポーツ選手もやりながらアパレル持ってすごすぎますよね。いかがでしたでしょうか。今回は田中真美子さんの大谷翔平選手に似た元彼や大谷翔平選手との接点のある人物、そして簡単なプロフィールやお兄さんについて調べてみました。今一番大谷翔平選手の奥さんの可能性が高い人物なので注目の的ですよね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。